手筒花火、大筒花火、手筒花火は、1メートルほどの竹筒に火薬を詰め、それを人が抱えながら行う花火である。手筒花火は、打ち上げ式ではなく吹き上げ式の花火で、その火柱は大きいものだと十数メートルにもなる。愛知県豊橋市の吉田神社が、手筒花火の発祥の地と言われる。豊橋市のある、愛知県東三河地方、および、 静岡県の遠州地方西部で特に盛んである。日本で花火が製造されるようになったのは16世紀の鉄砲伝来以降である。宮中秘策によれば1613年に徳川家康が江戸城内で花火を見物したという。この花火の一種が手筒花火である。徳川の法術隊が三河岡崎にこの技術を持ち帰り、三河遠州で花火が 盛んになったとも言う。さらに古くは、豊橋の吉田神社に残る記録、三河国古王殿には、永六元年天皇祭礼史の花火という、ことはじめ,めるとあり、また、吉田神社略記においては、花火の創始派羽田吉田総六に、永六三神興年、今川吉本公吉田城城代大,大原秘前七名を、公花火をしむとあり、花火の言子よりを、平るし派流星。 手筒としされども、それの大なる者なし、次で建物綱か東洋ひらるるもまた去り、建物の巨大なり支派元六十三年に一致して手筒の、雄大となり支派聖徳元年なり云々とある。通常の打ち上げ花火などとは違い、花火師が製造を行うのではなく、資格を取った地元の男衆が、最初の竹を切るところから、最後の火薬を詰めるところまで、 すべて自分自身の手によって行い、最終的に神社の祭りで打ち上げ奉納するのが一般的である。点火すると高温とともにオレンジ色の火柱が上がり、二王立ちの状態でっぱなし上げする。最後には、輪音と呼ばれる衝撃音とともに手筒の底が破裂する爆発によって幕を閉じる。伝統的に、 手筒花火が行われているのは、愛知県東三河地方とそれに接する静岡県、遠州地方の浜名湖沿岸地域であり、同じ遠州地方でも、天竜街等では伝統的なものは少なく、もし行われているとすれば、手筒花火が広く知られるようになった近年、伝統的に手筒花火を行っている団体を招くなどして新たに、イベントとして打ち上げるようになったものがほとんどである。 また同様のことが、愛知県西三河地方にも言える。豊川手筒祭り東三河西三河中勢演習、中部帝力の日祭り、夏同時大資料の時継狂気には、工事2年9月に翌20日、吉田城に沢路隼人を派遣するが、城主伊藤左近は西三河に出陣してるす。という記述があることから、 当時の吉田城の城主は、大原秘前神ではなかったという説も存在している。江戸時代の編参資料においても、桶狭間合戦後の三河統一戦において、吉田城を徳川家康が攻撃する際の城主は、大原秘前神となってはいるが、1557年、正月13日には、今川氏真の家会の取り継ぎ役に、大原伊豆守が登場しており、 この場合今川氏真邸に詰めていたことになるため、吉田上主ではなかった可能性が生じる。ありがとうございます。